Resident Evil Revelation。 さあやっていこうか。 Revelation。 まあ前回ちょっと沈みかけたねところであったんですけど、なんとか登ってきたということでね。ところがまあクリスは相変わらずのおバカさんということでね、まあゼノリアっていうところに行こうとしてたのにスミラミスっていう船乗っかっちゃって、そんな間にですね、実はもうボスとねやり取りをすることができましたということだったんですけど、この前回ちょっとボスがね出てきたんですけれども、まあボスにボスってなんか呼び出たオブライエンと会話することができたんですけど、その前に出てきたね、なんか謎のね、あの甲殻生物がね私を襲ってきたんですけれども、まあなんとかぶちのめすことができましたということで、はい、ハンドガンだけで倒しましたと。で、さあ早くこれ脱出しないと襲われちゃうよ、やばいよーってことだったんですけど、なぜか許可ができない、なんでやねんっていうところで、そのツッコミをするところから始めていこうと思います。さあなぜ私は脱出することができないのでしょうか、果たしてなぜですか、助けてくださいということなんですけれども、まあレギアソリスっていうことでね、まあ非常にここから大変な目に遭うんですけれども、こっからどうしよっかなってとこなんですよね。で、というのも、まだちょっと行けてないところがあったりとかもするから、行けてないというか、もうこれからじゃなくて行けないところ、あの、ベルトロのカードキーを手に入れたじゃないですかね、なぜかね、こう、一般のその豪華客船なのになぜかベルトロのカードキーがあるってね、その、そこが謎なんですよね、個人的には。うん。You're out of time, I'm afraid. って思わないですかね、はい。まあ、そうなんですよ。もう脱出するほどの、そう、時間が残されていないっていうのが、まあ、実は事実だったってことなんですよね。はい。でも、お互いになんかやばいみたいなことが起こってたんですけど、ね。はい。まあ、だからちょっと話を整理すると、まあ、あの、お互いにクリスが行方不明になった、ジルが行方不明になったっていうのを、なんかお互いに思ってしまってて、それを探しにお互い行ってるっていうような、そういうノリだったってことなんですけど、まあ、今日もあの、順調にバグっております。はい。照射をずらそうということでね、はい、まあ順調にバグっておりますので、今日も果たしてまともにプレイができるかどうかわかりません。あれ、これ前回読んだっけ？読んでない気がする。めっちゃ工作員デッキ2004年某日、我らの悲願、最終作戦がついに動き出した。我らが指導者ジャック・ノーマンのより作戦の概要を聞かされた時は、誰もが耳を疑ったが、途方もない作戦は間もなく現実となる。これも閣下の鉄の意志と理想に応じた協力者たちのおかげだ。作戦には今回の資金協力者が提供した偽装された豪華客船が使用されるし、まあ偽装豪華客船だからか。なるほどね。だからベルトロのカードキーで開ける場所がいっぱいあるってことなんですね。墜落した人類文明の象徴たる豪華客船がウイルス散布の母体と皮肉が効いている。私には客船の一隻、クイーンズノビアの接収に立ち会う任務が与えられた。ベルナール・コルティ・シルス。2004年某日、作戦決行まであと12時間。身の内から震えが湧き上がるのを抑えられない。興奮と恐怖、その両方だ。客船の、船底奥に隠された研究施設には、新たなウイルスと実験により乱された異形化の生物兵器どもがひしめていた。新型ウイルスは水に溶き、飲料水からも感染し、人を怪物化する。ベッドに給与されたハンター型 BOW で地上制圧し、その混乱に乗じてウイルスを散布する。この作戦により、あの醜く欲望にまみれた海上都市は確実に地獄と化すだろう。地獄に、地上に地獄をなさねば人の目は塞がったままだ。ノーマン閣下はそう言った。あの銀髪の資金協力者もその心情に共感しただろう。我らも同じだ。ベルナール・ポルティ・シルス。はい。よし、オッケー。で、もうないよね。なかったよね。オッケーオッケー。じゃあ、降りましょう。うん。ブン。シュールの音鳴ったな。ブーン。で、帰りも、はい。なんか、パートナーがまだ来てないわ。パートナー、だってどうせパートナー感じた時に全然助けてくれないんだからさ。なんかもう、カクカクがなんかもうそのごとに、まあ、古いポリゴン界を貴様っていうような感じがするけど、まあ、そんなことも気にしない。どんどんやっていこう。ちなみに、ソラリウム戻ったら、あれなのかな？普通に。よし。ソラリウム戻りたいの。ダメだ。ストップ。ソラリウムで、ほんと故障しまくりだよね。ソラリウム戻ったらなんか。The UAV? 無人飛行機。UAV ってなんだろうな。アンチバイオですとか。それはなんかセキュリティ製品の名前とかなんか出てきそうなのありますよね。投射されたチャフを散布すれば。はーい。選手に向かえばいい。あ、じゃあここで初めて選手に向かうっていうところでいいのか。了解了解。Quint out。Quint out。で、こう。ちょっと待って。おっさんなんか喋ってるぞ、あそこで。どうしよう。じゃあ向かっていこうか。よいしょ。はい、今日も、本日も、本日も。あ、レギアソリス。めっちゃバレてる。大丈夫？で、行く？
Do you want to die with Veltra or do you want to live? Head to the foredeck. I'll do what I can. I'll do で言いながらずっとそこで立ってるだけなんだろうな。で、ちょっと待ってね。It's Raymond. 違う。How does he know what we're trying to do? 違うな。どっちから向かってったんだ。こっちでいいよな。そうそう。こっち向かってって、ちょっとベルトロのカードキーが手に入ったから、ベルトロカードキーで開けられるところを開けていこうと思うんだけど。よし、じゃあオープンセサミン。カフェテアリア。はい。カフェテリア。はい。ここあれか。あれミスった俺。違うの、ここにいるよね、追跡。ここあれだよね、なんか 大食堂だったら確かですよね、めっちゃいるわ。ほいほいほい。 OK、 一発で、二発目もおかわりしたい。3発目もおかわりしたい。なんか上にもいるな。上にもいるから先に始末しておきたい。ほいほいほい。ほい。はい。ああ、もう当てるのが難しいな。オッケー。こいつちなみに起き上がる。ああ、しまっちゃった。こいつは起き上がった。おお、お前そっちから来んのかよ。オッケー、やばい。オッケー、こけた。こけた。後ろでチローンって負けた。2%、ほんとしょぼいな。あ、やばい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 。謎の前進が始まった。気持ち悪い。上。あれ、ここの鍵って持ってたっけ？怒り。光浸透、あったえ、なんか今どえらい声聞こえてきたけど、気のせい。ここは特に、あれちょっと、マグナムもう拾えないのか。あ、わかった。足元ゲッチュー、カスタムパーツ、よし。で、ライフル、え、いる、生き返ってる。オッケー、あ、一撃、あ、お顔に命中したからか。おい、オッケー。で、ハンドガン13本です。拾いきれてなかったやつがあったからね。で、ちょっと待ってね。電撃パルス、電撃パルスシュートだけか。なんだなんかすごいシャコシャコ言ってる。これなんかある。 F、 あ、なんか本だ。ある頭痛の、質が細かく触れて笑いを命運つけたようで、残念、あと一発、もはや戦う術はない、最後の一発は自分のために使わせる。さらば友よ。あ、はい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 、パイソン。おいってい、残念でした、お前とは戦ってやんないようだ。で、ここでベルトルのカードキーって他にも手に入った。すごい、無理ってお前だったのか、お前だったのか。倒すべきかどうか悩むところだけど、こっち逃げます、さよならっす。逃げる。ちょ、逃がして、逃がして、落ち着け。はい、そう、オッケー。で、こっちオープンセサミで、おお！レイチェル、she's still alive。おら、めっちゃ相手してやろうじゃねえか、痛い。この野郎。おら。レイチェル、大きいね。なんでそんなに巨大化しちゃったの？お胸だけでいいのに大きくなるのは。ほい。よし。おら。よいしょ、オッケー。ほい。もうここで。ああ、ちょっと待って。なんでこういう時に限って。うお。キック。
あ、ちょ、もう動かないよ、もうレイチェルの時に限って動かないよ、やめて、本当にやめて、本当にやめて、嫌い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 、あー、もう無理だ、もう無理だ、オッケー、よし、オッケー、よし、ほっ、危ない、甘い、そんな大かぶりしてたところで、ほら、お、危ない、よし、オッケー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 、めっちゃくれる。で、違法カスタムパーツ。で、これでもレイチェルの恐怖に怯えることはないけど、操作性に怯える恐怖はまだまだ残ると。オッケー、え、カスタムインファーター、バースト4、バースト4ってなんだっけ、バースト4、あ、別にいらないな、3発同時に撃つ、しかもマシンガンに使えるのかよ、距離が近いほど威力が上昇する。でもとりあえず何も入れてないよりは入れてた方がいいやな。これであと使えるのがダメージ、いやダメージありゃ、インファイト、まあ、至近距離でこれ使うことないんだろうけどな。あ、ちょっと待って、それだったら、それだったら足止めを戻して、で、だよね、こうしよう、で至近距離でインファイター、あ、ちゃう、オッケー、よし、オッケー、で、ちょっと待って、違う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 、なんかあれ、あ、違う、武器庫があるってことか、ってことか、よし、ちょ、これでも部屋だよな、これ普通に部屋だから、こっちじゃなくて、で、こっち行きましょう。え、あれ、あ、行き止まり、しまった、それだけ無駄だった、いやー、痛ぇ、オッケー、いやー、そういうことか、やるな、で、ちら、こちら向こう側だね、オッケー、じゃあここ来るだけ無駄だったのか、そうか、しまったな、損したな、よし、まあいいや、まあレイチェルぶっ倒したからまあいいでしょう、ってことはじゃあこれ普通に上登っていかなきゃいけないってことだったのか、しまった、しまった、やっちまったな、まだ敵いるのかな、まあそれはいるか、とりあえず、あ、とりあえずこっちの方がいいか。足止め率も上がってるし。ちょっとパーカー来てる？来てるな。パーカー結構近づくって意味では優秀だな。これまた上からバーンとかないよね。そんな怖いこと起こらないよ。わー、めっちゃいるわー。甘い。はい、待って。今パーカーが食らった後ろで。はい。はい、お疲れ様でございました。こんなとこ敵いたっけか。まあ、いるんだろうな。あ、いないね。よし、よっしゃ、マジ大事、マジ大事、始まった、始まった、発作、ちょ、危ない危ない危ない、ムシ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 、いらないいらないいらない、で、こっち行って、で、敵、あーあー、ちょっと待って、ちょっと待って、危ね、オッケー、違う、で、そう、あ、いいね、カスタマイズギアキー、なんで閉まるんだよ、え、一回開いたら閉まるってか、そんなシビアな、よし、何パーセント、 8% で、こっち行くと、わー、めっちゃいるね、めっちゃいるから、おい、甘い、で、こっちの部屋は特に行かなくていいけど、あれ、こっちで合ってる、うわー、めっちゃいるわん、あ、いって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 、オーケー、あー、いって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 、あ、無理だね、ちょっとめんどくさいことになった、いった、オーケー、あ、いって、やべ、この変態野郎ども、この変態野郎ども、
遠慮しねえぜ。よし、オッケー。てげん。パチン。パチン。パチューニエ。え？ああ、よかった。なんか来たら困るな。戦況ですね。はい、戦況いきましょう。客室が入ったところで仕方ないので、戦況行かなきゃいけないので、UAV をセットして、それの発射装置云々みたいな。あ、ちょっと待って、戦況じゃねえ、選手行かなきゃいけないんだった。選手かもか。あれ、ちょっと待って、ここいる敵もしかして。いやいや、いないよね。ここに敵いたらもう終わりだもん。あ、よかったよかった。よし、じゃあ、降ります。で、ここくぐって、ああ、ああ、で、ない。オッケーオッケーオッケー。で、ここも確かベルトロ。敵はいない。よし、よし。ベルトロカードキーって他に使うのめっちゃ違法するやん。めっちゃ違法やん。これ帰るときに敵がさ、違法取ったからってさ、そんなことは許しまへんでって帰ってくるとか、そういうオチはない。大丈夫、そうだね。よかった。あそこは優しかった。ありがとうございます。こういうね、あの、マックスだったときに拾えなかったアイテムとかがあると、すごいありがたいっすね。やっぱりね。で、プロムナードじゃないですね。プロムナード行ったらもう大変なことになる。多分、ハンターがいるんじゃなかったっけ、プロムナードの方って。忘れた。まあ、でもゲーム後半はね、あの、確かプロムナードじゃないや、出てくると思う。プロムナードじゃない、出てくるはずだったから。よし、アイテム。違う、手形だった。嘘、そうか、ここハンター出てくんのか。うわー、知らなかった。うわー、ジルのマグナム。めっちゃ手に入る。めっちゃ手に入る。なんだ、ここ。ジェネラーション違法化。うわー、すげえやだな。マシンガンか、マシンガンでやるしかないよな。もうアイテムない？終わったな。行くか、覚悟決めるか。待って待って、よし、行くぞ。お、危ない。ハンターズ。オッケー、キャーリアップ。ティー。あれ。おい、甘い。よし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 。あれ？ああ、なんだ。甘いな。キャ。お、おー、すごい。高みの見物しとこ。はいはいはい。やってくれてる。オッケーオッケー。いいね。てんてんてん。よいしょ。オッケー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 。さあおいで。オッケー。もうチキンプレイ大好きだよ。チキンプレイ。てかチキンプレイしてないとやってらんないからね。来た。来ない。赤？パパめっちゃやる気じゃん。ちょっと待って。違法、めっちゃ違法手に入ったから、もう犯罪を犯しまくるしかないよね。デイズ。で、ダメージ4か。これが今ダメージ3?だね。ってことは威力 60% アップで、デイズ、敵をひるませるのを、OK。で、ダメージ3を、じゃあ、ダメージ3をこいつに与えとこうか。OK。で、バースト3発ずつって、どえらいな。デイズはいらない。で、こっちが、至近距離のダメージよりも、多分デイズひるませる力上げた方が良さげ。そんなところかな。これ50発だけ使う。あ、ちょっと待って、これさ、違う。あ、それまあまあ、合ってるけど、 OK。 でこれでそうすることで、ちょっとアイテムスペースを上げておくということですね。これも上げとく。OK、開けて。なんかすごいアイテム整理の時間になってるけど。まあまあ、そういうのもやっぱバイオの醍醐味っていうか、3つしか武器持てないっていうところはなんかちょっとリアルだっていいよね。で、多分開けようとするといっぱいハンターがまた出てくるんだろうな。
音楽がもう殺伐してるもんな。ですよね、もうなんか予想通りだよね。ほい、他にもまだいる。ちょっと待って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 、ちょっと待って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 、あ、来てる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 、いっぱい来てる。あぶね、あいてる、この野郎。あ、ちょっとちょっと動いて、あ、ちょ、お前この野郎接近戦だったらこっちの方が早いんだぞ。いなくなった、まだいる。オッケー、弾さえ拾えれば文句は言わないんだけど、もうちょっと操作がちゃんとできる方が文句ないかもしんないね。あ、やばいやばいやばい、うわめっちゃ来てる。うわこいつもこんなアホなことしてるやついたら張り替えがあるだろうな。いやーもう狂ってるよこいつみたいな。あー狂ってるやつ相手にするの大変だよ本当に。終わっちゃう、なんで帰ろうとするんだ、帰らなくていいよ、こっちおいで。よし、じゃあオープンセサミ開けます。あ、もしかして裏になんかあったりとかして、重たいってか、パーカーやりなさいよ、なんでか弱い女の子にこんなことさせてんの。ダメでしょうよ。これを組み立てるっていうところから始めるっていうね、もう組み立てる力があるのもまあ素晴らしいよね。で、何時一切のことを許してよ。なんだね、FBC って何の略だったっけ。フェイバリットボスチック。BSA 大好き。はーい。まあ、How long has it been? 1年ぶり、あの時以来ってことですかね。I hate to disappoint.But you're too late. 全部知っとるやつの口ぶりやないかい。そんなこと認められませんよ本当にねえ。まあなんかわかんないけど、とりあえず全部 S ランク取れたから、まあまあいいやということにしときましょう。はい、じゃあなんかすいませんね、もう相変わらず順調にですね、バグり散らかしている状況が続きましたけれども、まあそれもご愛嬌ということで、今回のパートは以上とさせていただきたいというふうに思います。じゃあね、また次回パートでお会いできたら幸いでございます。またお会いいたしましょう。お疲れ様でした。チャンネル登録もよろしく。バイバイ。